受付でね、プリントもらいましたよ、さっきから。あ、ご主人もよかったら、それ聞いてもらっていいですか。はい。もう一個、ウサギさんの方。あのね、理想の食事。連続の準備ができたら、ちょっと話途中で終わっちゃうかもしれませんけど、ウサギさんの理想の食事で一番大事なのがね、チモシーなんですよ。で、まあこれって異元化。異元化の干し草です。でこのイネ科の干し草ってね、カルシウムがすごい多いですよ。チモシー 35% ぐらいかな。で、これは違う。素繊維ですね。繊維がね。で、カルシウムはチモシーは少ない。それからタンパク質。タンパク質も少ないです。だからすごい主食なんですよね。で、もう一個ね、マメ科の牧草ってありますね。アルファルファ。もうやらん方がいいんですけど。これは生後2ヶ月ぐらいまでなんですけど、やってもいいです。もう大人になったらやらん。これは繊維が少ない。カルシウム多い。タンパク質多い。逆なんです。で、この、これをね、体重のね、10% 以上食べてほしい。1日にね。そうすると今、1400とすると、2% が 28g 以上。1日ね、食べてほしい。で、その理由がありまして、理由の一つ目が、歯のことですね。チモシー食べると前歯でカットして奥歯でこするようにして食べるんですけど、そうすることによって不正口語の予防になる。で、もしね、不正口語になってしまうとですね、噛み合わせが悪くなるわけですけども、それだけじゃなくてね、噛み合わせが悪くなってこう伸びればほっぺたに当たったりね、舌が伸びれば舌に当たったりして口内炎ができたりするんですけど、歯の根っこです。歯の根っこが炎症を起こすんですよ。歯根膜炎で、歯根膜炎がもっとひどくなっちゃうとですね、歯根膜尿路を生んできちゃう。多分これがある可能性がある。でこうなるとですね、なかなか治せれない。ワンちゃんとか猫ちゃんは歯根膜炎とかになったら麻酔かけて悪い歯に行きます。ウサギさんはちょっとできない、なかなか。でそれやると麻酔に伴うリスクとかいろんなリスクがあってね、なくなっちゃうこともあるから頑張れて、そういう麻酔かけて治療する。ましてやこの子7歳8ヶ月でしょ。だから麻酔なしで治療していかなきゃなかなか難しいんですね。あと2番目、体自分で毛づくろいするじゃないですか。そうするとどうしても毛食べちゃうんですよね。それからあとはもし自由に家の中はケージ、サークルでケージであれ飼ってます。家の中あの話したりします。そう部屋んぼするとね、自由にさせて何でもかじって食べちゃう。カーペットでもコードでも、そうすると異物を食べちゃう可能性もあるんですね。でそういうことによってあの、胃腸の機能が落ちて食べが少なくなったりすることもあります。そうするとそういうのをね、繊維がたくさん切ってると、少量の毛とか少量の異物だったら繊維と一緒に便に流れてきます。だからその限界を超えて食べちゃうと、チモシーだけでは足りなくなってね、胃腸機能低下症というか胃腸が動かなくなっちゃうこともあります。だから3番目、盲腸。ウサギさんの体これぐらいですよね。そうすると胸が4分の1ぐらい、4分の3がお腹です。でお腹の中の3分の2ぐらいが盲腸で、体に比較するとものすごい盲腸が巨大なんですよ。でこの巨大な盲腸の中には腸内フローラーっていうね、いわゆるいろんな微生物、善玉菌と呼ぶんですけど、いろんな種類の善玉菌を、じゃあサイズの見てろ。うん。頭はツーシャッター、お腹はシャッター、赤ツーシャッター。本当に頭がツーシャッターで用意します。あ、善玉菌を飼ってて、この腸内フローラーのいろんな微生物のね、ご飯がですね、繊維。チモシーの中に含まれているセルロースとか、ね、そういった素繊維がこの善玉菌の餌です。そうするとチモシーしっかり食べてると腸内フローラが増えます。善玉菌が増えます。でこれもね、善玉菌も寿命が来ると死にますわ。死んじゃうと盲腸糞としてくれる。だからこの子たちは2種類のうんちをしてる。普通の乾燥したねうんちと、それから夜中から明け方にかけて
あのちょっとしとっとしたね、ぶどうの草みたいなわけですよ。それが盲腸粉なんですけど、もうこれは出た花から分かってるから食べます。殻を丸めてね。これを食べることによって、これがね、食べ物の主食なんだけど、これがタンパク源になってるわけですね。ビタミン源でもあります。死んだ細菌の体の中にあるタンパク質ですね。でそこにアルファルファを、まあ、他のやつをやっちゃうと、食べ物としてはタンパク質が多くてカルシウムが多いんだけど、繊維が少ないから腸内、盲腸のね、腸内フローラ、善玉菌にいい野菜にならないから、いい盲腸粉が減らない。そうするといいタンパク源にならない。だからこれはすごく大事なんですよ。そうするとじゃあこの子シモシは何グラム食べてるかっていうのはこれから測る価値があります。ちょっと面倒くさいですけどね、あの10グラムか14グラム、まあ15グラムと置いといて、夜見たら何グラム食べたのか。どうしてもきれいには食べませんのね、散らけますからね。これって食べないこともありますか？必ず食べます。必ず食べる。体調が悪い子とか、そのじゃあ死の子の下に落ちちゃったら食べないですよね。でも上にしてれば必ず食べる。だからそれが食べれないと、こういうのが残ってる子は何か問題。次ペレット。ペレットは、ウサギのペレットですね。どこの使ってます？それはちょっと覚えてない。はい、でね、ペレットもね、成分表示が光りますよ。で、そこの中の、その繊維っていうのが書いてありますので、例えばシニア用のペレットね、そうすると、その繊維、これがね、20% 超えてるやつ。だからそこは一回確認してもらうと、どこのメーカーでも構わないんですけど、祖先以外に 20% 以上入ってるやつね。でこれをですね、体重のこれは 2% で詰めるんです。好きなだけやらない。これはあんまり食べ過ぎちゃうとチムシが上くなっちゃうから、だからまあ1400とすると1日 28g 食べてます。で3番目、これはまあなしでもいいんだけど、そのだとしてね、さっき違った本物の野菜とか果物ならやってみて、体重の0から 1%、だからまあなしか 14g、 葉っぱ類とかね、ネギとかね。これやっていけないこととかはまあちょっと調べながら、うん、まあアクの強い野菜、玉ねぎとかネギとかね、そういうのはダメだし、あとほうれん草とかない。もうちょっと臭酸が多いからやめといた方がいい。だけど普通の葉野菜、あのレタスとかキャベツとか OK ですね。それから小松菜もいいね。ほうれん草は特に臭酸があるからちょっと結晶ができやすいかな。果物もリンゴとかバナナとかみかんとか、あんまり糖度の高くない果物がまだ。ダメなのがそのドライのね、市販で売ってるドライの野菜、ドライの果物はさっき言ったように、これは炭水化物が多い。だから腸内細菌数が崩れるから、そう。とりあえずちょっとご飯の大事なことだけね、話しました。で、これご飯のパンフレットなんだけど、さっきちらっと言ったことね。うんちのこと、食うんしますよ。こういううんちとこういううんちするの。もうちょうでね。それからあとは、毛を食べちゃうと、この中に、これ胃なんだけど、毛が溜まっちゃったりとか。これは不正光合。これはわかります、前歯の。でこれは麻酔かけて、奥歯の不正光合を見てるんだと思いますけど、変に見てる。だから、石が溜まると思います。膀胱形成。脂肪肝。なっちゃうと思います。まあ、これはチムシー食べが少ないので、この子は違うけど、あのチムシー食べが少ないとはやっぱり変な太り方したいとか、ウサギがこんなうんちしたらって困る。あと5歳以上の子はシニアなんですけど、慢性腎臓病になるとお水たくさん飲みます。体陰、体尿、おしっこもたくさん出るようになる。あとは腫瘍、この子は男の子だからちょっと私さっきチェックし忘れたけど、抗がんの大きさが違ってきたり、抗がんの腫瘍とか割と多いかもしれない。まあ、これ
お渡ししますんで、はい、あとあの持ち主なんですけど、はい、あのやって、うん、どのぐらいのサイクルで変えた方がいいんですか、ね、あの観察していこうと思ったら1日2回変えた方がいい。あ、2回新しいのにもう変えちゃう、うん、変えちゃう。まあ、もしくは、まあ、あのおしっことかで汚れたかったらまたそれ使ってもらってもいいですけどね、うんうん、で、まあ、ちょっとしばらくチムチム何グラム食べてるかを測った方がいいです、うん、で1番買い、2番買い、3番買いはどれでもいいです、うん、でも本当は理想を言うと柔らかいチムチよりも高いチムチ食べた方が歯にはいいです、うん、そうですね、うん、ということですね。変えちゃう、うん、あの、うん、1日でそのやったチモシはもうほかっちゃったほうがいいですか、うん、もしあの汚れおしっことかで汚れしてるんだったらほかっちゃったほうがいい、うんうん、汚れてなかった汚れてなかったらまた次の日使ってます。次の日でもいい、うん、いいですよ。何日ぐらいまで取れてるの。あーそうね2日ぐらいで買い物2日ぐらいですかいやあの捨てちゃったほうがいいですか、ね、と思います。あの結構無意とか取っていただけるわけ。はい、そうです。先にちょっとレントゲン取らさせてもらって、ちょっと中のこと見てからね、あのもう麻酔かけないでちょっと治療しますんで、で、まあ、ご飯のこと大事だね、なんてね。じゃあこれちょっとお渡ししますね。じゃあちょっとレントゲン取ってきますね。